にゃせよ、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、ひよごんです。ね、こんなしょうもないことで YouTube をアップロードする YouTuber も、私ぐらいのではないか疑惑は出ているんですけども、髪を切りました。切りすぎた王！まあでも、切りすぎた王ってセルフカットじゃないから、美容師さんに来ていただいたんですけども、ショートにするかね、ボブにするかすっげえ悩んだんですよ。ずっと悩んでて、ショートとボブどっちがいいと思いますかって、もう30分がずっと悩んでた。30分、宿毛矯正もしたから、30分間ずっとどうしたいですよ、どうしたいですよ、一緒に座って悩んでたんじゃないよ。で、どうしたらいいですかねって言ったら、間を取ってショートボブにしようって言われて。そうですよ、それで大丈夫ですねって言ってやったら、結構短くなっていただいて、後ろ向きます。映ってますか？結構、はい、切りました。最近っていうか、ずっとボブぐらいの長さ、ボブか、ミディアムアンバーじゃなくて、セミロングぐらいだったので、久々にショートにして、照れくさいです！パチパチ。いつもこのイメチェン動画上げるときに、ヘラヘラするのやめたいんですけども、なんだか、照れくさいわけですよ！髪を切りましたとか、みんなに言ってから臭い！本当にもう！なんかみんなに結構切ったねって言われそうな気がする。結構切りました。あと爪も変えました。なんかね、めっちゃ明るく見えるんだけど、そこまでこの画面で見るような色だな。もうちょっと深めなんですけど、色も変え、ネイルも変えました。本当に喋ることねえよ。なんかコロナが暴れてるじゃないですか、近頃。だから外に行く用がなくて、本当に。てか、自主規制かけないといけない感じじゃないですか、やっぱり今。だから、あんまり外に行かないから、化粧もしないし、人に会う予定が一週間がなかったら普通に風呂も入らないしっていう、汚い生活を送ってるんだけど。学生の皆さんなんか、せっかくの春休みなのに何もできねえじゃねえかっていう感じで、心中察しますっていう感じなんですけれども。私もね、そういうことがなくて本当に退屈な日々を送っていて、展示に出向いた時とかに、動画の商材を買い込むんですけども、展示に出向くことがそうなくて、動画の商材を買い込むことができません。はい、なんでも明日久々に天神に一人で行って買い物をして帰ってこようと思っている所存でありますが、暇、そろそろコロナをぶち殺してやろうかと思っているところだけども、参戦したい方いたらぜひttr.qr.comjp @r/.rcom/にご連絡ください。一緒にコロナをぶっ殺しましょうってなわけでした。以上です。本当に以上です。今日の動画はこれで短くて申し訳ねえっていう感じですね。よろしくお願いします。それでは皆様ありがとうございました。さよなら。かわいい。